どうも、青いゲームです。ということで、今回はですね、ゆるーく検証してみたシリーズ第3弾。3弾だね、多分ね。内容はですね、セーニャの攻撃魔力を990にして、バギムーチを撃たせてみたら、ダメージは増えるのかという、検証をしていきたいなと思います。で、使う魔力の種は500個。この500個集めるのに、費やした時間はなんと15時間あるということで、もう途中でね、これ何やってんだ俺ってちょっと思いましたけど、まあね、決めた頃なんでと思って頑張って、集めてみました。で、なんでバギムーチョなのかっていうと、別に特にバギムーチョに何の思い出もないですよ。あなたと出会った日はバギムーチョみたいな嵐の 日だった的な、そんなエピソードもないんですけど、なんでかっていうと、これちょっと見てみたら分かるんですけど、まあ、バギムーチョじゃなくてもいいんですけど、セーニャが攻撃魔力がゼロなんですよ。だから才能がもう本当にないわけですよ。なのでまあこれを99まで上げるとですね、上げればちょっと高低差があって、一番ちょっと面白いかなって自分の中であれですね、お盆休みの間にちょっとこう思ってて、まあなのでちょっと実行してみたというか、まあ装備もね、最終装備今槍なんですけど、これも装備してもなんか20、これなんで20増えるのかがちょっとよくわからないんですけど、20ね。で防具もこれもないでしょ、だってついてないし、だから本当に必要ないステータスなんで、なのでそれを使ってみたらこうちょっとね、バギムーチョ、攻撃、まあ唯一これしかないんでね、あとバギ系しか使えないんで、それのダメージがどんだけ変わるか、変わるのか変わらないのかもわからないですので、皆さんあのね、あのなんか踊ってるあの陽気なあいつらにぶち込んでやろうかなと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いします。で、ですね、毎回説明しますけど、まあ、道具袋は99個しか入らないので、入れませんので、ですね、またこのセーブデータは使ってなくて99個あるデータ、そして次のやつはまた99個使って、また99個貯めたやつがセーブしてみたいな感じなので、今回5回ですね、5回、編集点が出るということになっておりますので、またですね、0から999なんで、もう200ずつ上げましょう。5回に分けたいと思います。100ずつやってると多分もう本当に大変なことになっちゃうんで、1時間超えちゃうんで、なのでやっていきましょう。で、敵はね、こいつ。この、頑張って踊ってるこの彼らにね、ちょっとぶち込んでいこうかなと。さあ、行きましょう。これ知ってた？よく見て。見て、ちょっと見て、こいつら。イエーって武藤なん知ってた？ここ見たときに、お、武藤じゃんって知ってた？みんな。知らないか、よし。どうでもいいよって。最初さ、ずっとやってた時はさ、あ、武藤じゃんとか思ってやってたんだけど、もうそれ何十時間もやってる人です。この武藤のポーズが腹立ってきてさ。じゃあ腹立ってくる。さあ、行きましょう。まずは、ゼロ。ゼロの時のバギムーチョのダメージですね。もうゆるーくいきますからね。もう何十匹倒すとかそんなないですよ。大概こんな感じだなみたいな感じで、ゆるーく検証してみるシリーズですからね。さあ、行きましょう。デビル・メビウス。行きましょう。第1投目です。399300万台って考えたらいいのかな。400はいかないぐらいかな。結構でもダメージ出るでしょ。だこれがね、ダメージが出るから面白いなと思って、999までいったらな、1000ぐらいいってくれんかな。1000いったらコスパいいよね。確か MP 確か5ぐらいしか消費しないんだよね。はい、神ちゃん強すぎかよ神よ。強すぎかよ、ほんと。ありがたいね。雑魚処理にはもう、うってつけだからね。で、もう1匹ぐらいとか、2匹さ、2匹ずつぐらいやっていこうよ。2匹ずつぐらい。よし。399。今回もちょっと書いていきましょうか。まずは、0の時は399だったね。よし。で、次200でいいか。で、もう1回いきましょう。防御ね。防御して、よし。行くと思う、上がると思う、上がらないと思う、皆さん上がるか。じゃあ何依存か分かんないじゃん。何依存か分かんないもんね。もしかしたら上がんないって可能性もあるけど、さあ行きましょう。バギムーチョ2投目です。これが大人のバギムーチョや。300万、300から400ぐらいと思ってください。幅、振り幅ね、300台と思っていきましょう。まあこれでいいね。よし、行きましょう。増えるか増えないのか、一気に使っていきたいなと。よし、行きましょう。いるんでね。で、行きましょう。で、道具来ましたね。道具袋一気に使っていきましょう。マルクの種、あ、またこれ間違えた。これ使うときにおすすめなのが、まあ、みんな知ってると思いますけど、これ頭にね、こうちょっとこう持ってくるとね、使うとこが
使いやすいと使いやすい、小ネタでもねえか、知ってるわっていきましょう。で使う制限はゼロだぜあマルティナもゼロ、あれマルティナってなんか何依存なんだろ、魔法あんのかな。またが15時間、これ攻撃魔力だね。ああどんどん上がってる、すごいよね、すごいよね、すごいドーピングみたいなもんだこれねもうどっかのね体組成、いやこれ話やめとくか、すごいよね強引に身体能力が上げるってことだからね、すごい急に上がってますよ、上がってますよ、どんどんねどんどんね、このねこれはもうこの時間帯はですね雑談しよっかさあ上がれ上がれ。最近ですねあのコメント欄にですね、もっと動画見たいですって嬉しいコメントがちょっと入ってることが結構あるんですけども、あのですねもっと出したいんですけど、これの検証がめちゃめちゃ時間かかるからちょっとなかなか出せないので、もしよかったらですね、あの多分こんなテンションで他のゲームもちょっとやってるんですよ。なんかやってたな、なんかやってたな、何やってたかな、なんかねモンハンとか結構やちょっと初めてのモンハンって、モンハンとかやったことなかったんですけど、なんか多分深夜の2時ぐらいになんかゲロするかわからないけど、なんかこう撮ってさ、あの倒して初めて倒してさあの発狂するみたいな動画とかうおーとか言ってたような気が、覚えてないんだけど、もうやばいでしょ、深夜の2時にゲロス倒し、ゲロスじゃないとかもしれないけど、そんな動画もう単語だけ聞いただけやばくね、深夜2時ゲロス発狂も完全にやばい人だろう。興味がある方はなんか適当にやるんで、もう暇だっていう方はですね、僕の動画をもっと見たいなっていう方が、もしそんな物好きがいらっしゃったら、ぜひねやってください。こう来ましたね昨日がおとといか、お盆明けにさ あれだったよ、ツイッターでも言ったんだけど、あの撮ったらさ喉ガラガラになるっていうあ、またこれちげえ、誰かで持ってたんだよね、なんか持ってるんだよね、あれないな、あれ誰か持って、誰かだな、あった使うと、まあ別にいいんだよね、2ぐらいだけどね、まあ一応持ってるんで、さあ来ました、200、強引に200あげました。さあ行きましょう、この陽気なねおじさんを倒してみましょう。さあ2匹です、上がるかな、2匹ずつやっていこうかなと思ってて、防御防御、さあコスパが5段でね1000とか言ってくれたらちょっと雑魚処理にも全然使えるかなと思うね。神が400台なんですよ、999まで上げると2回攻撃で800か900ぐらい入るんで、雑魚大会死ぬんですよ。さあ行きましょう、バギムーチョ、ですね攻撃魔力200のバギムーチョ行ってまいります、お願いします上がったね、あれ上がった600いったね、今クリティカル入ったかな、430ぐらいじゃない、だからね430ぐらい入ったかな、よしまたこの敵に向かっても仕方ないから、やべカミュー、やべ忘れた、カミュー、あやべカミュちょっと凶悪すぎね、ちょ衝撃映像じゃん、横からなんか飛んでくるっていう、ちょっと勘弁してよ、何しようかな、ピンクサイクルしたから、よしもう一匹ぐらいやろうってカミュちゃん頼むよ、これさ死んだら全滅 したことある人いるかな、後ろからこう来るじゃないですか、あれがなかったら俺多分何回かだけぼーっとしながらテレビ見ながらこれパチ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 いつもやってるんですよ、俺やってるんですけどあのそれがなかったら多分あのなんだっけ3時間ぐらい棒に振ったりすることは多分何回かあったと思うんですよあのモニターの横にテレビ置いてあるんでそれ見ながらこう取りためた バラエティとかねこう見ながらこうやってるんですけど、いつもいや危なかったね、後ろからこう来てくれるからね、来てくれなかったらやばいよねあれほんと危ないよ。さあ湧かないかな、わいさ来た来た、よし行こう、400台、ちょっと上がったかな、でもさっき300台だったもんね、うお、また小太り来た、後ろから来た来た、イエーってやってるんでね、これ多分意識してるかそのままだよね多分ね。
さあ防御、防御、君防御ね。なんかね、なんだっけ、なんとかのネックレスって結局めんどくさいからこう買わなかったんだけど、なんかこう、あ、今のやつを見分けるなんかやつあったでしょ。あれはなんか確かなんかこうできるネックレスあんだよね。無効化じゃないかな、わかんないけど、無効化まではなかったか。さあいきます。攻撃魔力200のですね、バギムーチョいきます。2投目644、めっちゃ強なってるやんめちゃめちゃ強なってるけど、めちゃくちゃ強くなってる検証結果です。強くはなります。いいですね、これですね、結論これでいいね。強くはなりました。よし、いきましょう。強くなってる、なんだか強くなってるような気がする。強くなったね、すごいね。え、このネザ、この感じで言うと、やめろ、おじ、親父もういいんだ、お前は興味ない、待って、くんなバカ。よし、あのね、もういいや、このままいくよ。んで、ちょっと999使っちゃったんで、ちょ、しつこすぎね、お前。んで、使ってしまったんで、一旦このセーブ、次の、セーブデータに移行するので、テープチェンジ、行ってきますんで、はい。はい、ということで、戻ってまいりました。さあ、今回は、小見先生、攻撃魔力400ということで、400の、さあ、行きましょう。バギマータ、あ、マギマータじゃねえよ。バギムーチョ。さあ、打っていきたいなと思います。さあ、変わるかな？さっきはですね、430。で、クリティカルっぽく入っちゃって、600台いったって感じだったので、さあ、どうなることか、大丈夫ね。命令されるよね。OK だね。よし。カミちゃんで間違えるとね、一気に殺すからね一気に殺しよるからカミちゃんの話。さあ行きましょう。400の、バギムーチョ、ですね、行きましょう。デビルメールです。さあ1投目です。どれぐらい変わる。738、よっ強え、強くなってる、強くなってんな、だいぶ強なってんな、めちゃめちゃ強くなってんな。600台が平気で700台が見えましたね。ちょ強くなりすぎじゃねこれ検証結果、強くはなります、今のところ。さあどこまで、いや、これどこまでいくのかな、いくかな。でも攻撃力もさ、結局さ、あのやったと思うんですけど、あれ結局どれぐらい上がったっけ。50ずつぐらいしか上がんなかったんだよね。あ、ずつじゃってわけじゃないけど、まあ結構上がったけど、神もそうだけど、神は特にそのほら攻撃の手数が多い分身とかがあるから、どんどん 上乗せされてったっていうあれで、攻撃1回の攻撃自体も多分なんだっけ、あの動画結局どれぐらい200ぐらい上がったのかな。50ずつぐらい上がったんだよね。行きましょう。さあ行きましょう。バギームーチョ、これが400ですね。400のバギームーチョ、もう一回行ってみよう。はい、どうも。600から700だね。最高が738出たんで、まあこんな感じかなと。こんな感じだね。よし、ってことで次は600のうちに行くので、よし、ちょっと待ってね。じゃあ600、さあということでまたテープチェンジ行ってきます。はい、ということで戻ってまいりました。さあ今回は行きましょう。せいだね。攻撃魔力が今回は600ということで、あ、回復魔力並んだね。で、前回が、400の時がトップで738ぐらいで、600、平均600台だったんで、さあ早速やってみました。上がるかな。800とか超えてくれたら面白いね。最後なんか1200800欲しいね。900いってくれると雑魚処理には命令されろになっていますね。一緒に行きましょう。あー、900とか言ってくれるとね、いずれね、最後まで行ったら全然雑魚処理いけるんですけど。さあ行きましょう。600の、攻撃魔力600のバギムーチョ1投目です。行きます。さあ行くかな。あれ下がったあれん、頭打ちかな。んあら、なんか嫌な予感あれなんで、さっきのやつで限界だったかな、もしかして。あれ変わって、いや違う、もう一回言ってよ。もう一回打ってみないと分かんないな。
ちょっとなんか今ちょっと今のダメージとちょっと見て、これがもし頭打ちだったらちょっとしたなんか仮説じゃないけど、なんか今一瞬思ったことがあるんだけど、ん？と思ったことがあるんだけど、これさ、ゲームさ、よくさ、なんかさ、なんつったらいいの、 HP 依存とか MP 依存とかほらもちろんあるじゃん。それこれもしかして、もしかしたらもう一回打ってみよう、打ってみないとわかんないな。ちょっと待って、ん？なんかもうどんバカ、これでまたあれだろ、迷惑なのかなら、ない、 OKOK。 さあ行きましょう。600コギンキー魔力、600のバギムーチョですね。2投目です、行きましょう。なんで800いかないのか、なんか下がった500台になったな。まあ、敵がちょっと強そうな感じもあるけど、あれ下がった、下がるとかあんの、ないよね適正だったら強くなりすぎちゃダメとか、そういうこと、そういうことかな。もう一回、もう一回、もう一回打とう。敵かもしれないな、さっきまでが弱、そんな変わるかな、こんな、そんなバラ、もう一回ちょっとごめんね。よし、さあバギムーチョ、500、あれ格段に減ってる減ってることはないよね普通ねちょっと待ってってことはもう一回ぐらいやってみないと分かんないか、これあれ、ちょっともう一回ぐらいやろうか、頭打ちかな、これもしかしてちょっと今思ったんだけど、これ攻撃魔力と回復魔力どっちとの依存なのかな、いやなんかそんな気がちょっとしてきた、魔力だけじゃなくて600いくらでしょ、いやそっちかも、そうなのか、どっちも上げ、マジか、ちょっと待った、もう一回最後待って、いやいや、とにかく行きましょう。700出るかな、700出た、730700、ちょっとばらつきがあるけど700ぐらいだな、ってことは今の感じだとそれほど変わってない、400と600ではさほど変わってない、ゆるい検証なんでよろしくお願いしますね。はい、ということで戻ってまいりました。さあ今回はついにですね、もう結構いきましたよと、攻撃魔力が800ということで、魔法のスペシャリストのですねローとベロニカを抜くというすごい数値になりましたね。さあやってみましょう。でちょっと思ったんですけども、ちょっとこの回復魔力と攻撃魔力の依存な、依存って言葉でいいのかなが、関係してんじゃないのかなってちょっとここに来て思い始めましたね。ここでちょっ と、ダメージが変わらなかったらもしかしたらここじゃなくてこれ回復魔力なの、いやわかんないな、どっちかな、攻撃、いやそっち、いやわかんないですけど、まあとにかくやってみましょう。さあということで今回は攻撃魔力800、やってみましょう。さあちょっとここら辺でな、いや1000、いや上がらない可能性はあったから、もともと調べても書いてなかったしたそんなバカなこと書かねえよってね、だったから、誰もやってなかったんでね、ちょっとあれだったんですけど、いやーちょっとこ、あのこ、なんつうの、こ、あ、またあ、やべ、またなんだ、興奮してんじゃんなんだ、興奮しとんのかい、ちょっと待って、興奮気味はダメよ、ちょっと押し詰めるわ、ちょっと沈めるわ、これ強いよね、何気にね、全体攻撃だからね、あれのダメージも変わんのかな、ああいうのが変わってくんのかな、何にこう依存してるのかわからんもんね。さあちょっと興奮抑えたんで、これダメだ、今興奮しちゃダメだよっていう時に限ってね、こう動画撮ろうと思うと興奮しとるからね本当に。さあもう一回ちょっとね、防御、いやー来た、よし行きましょう。さあ行きますね。さあ攻撃力800、行きましょう。さあちょっとダメージ上がってくれよ、670、いや変わらんな、変わんなかったな、いや分からん、安定的に何円副台が出せてるのかもしれない、それはちょっと分からんな、毎日か、ちょっと劇的に、いや分からん、もう1回ぐらい打ったら900ぐらいいくかもしれん、ちょっとまたこの阿波踊りおじさん、ちょっとおじさん来い、ちょっと、いやちょっと思ったほど上がってないな、でも最初が400とか300台だったんで、それを考えると上がってることは上がってるよね、確実には上がってはいるけど、1000まで、ちょっと一回上がると分かっちゃうとさ1000ぐらいちょっと行って終わりたかったなーっていうのがあるね。ただ回復魔力がまさかの、いやー想定、いやありそうだ、なんかありそうな600っていうところに
500、あーやっぱそう、あうん、このでこれで言うと400台、400ぐらいからあんま変わってない。変わってねえぞこれ、マジか。これ全部使ったらローとベロちゃん幼女が乾燥してたんだけど。乾燥してたんじゃなかろうが、500個、いやー上がんなかったね。みっか、まあ、人がいいや。じゃあ999にしてきます。じゃあ、はい、ということで戻ってまいりました。さあステータスが見ていきましょう。ついに攻撃、あれだ、1個使わなかった。誰か持ってるかな、あれ持ってたっけ、ギリギリだった、あったあった、いけた。さあ行きましょう。はい、999、おめでとうございます。さあ15時間にも及ぶですね、僕の旅が終わろうとしております。他のね、見せますよ。ローですね、ちなみに、ローさんは780ということで。ベロニカちゃんね、天才と言われた頃ね、もう705ということで999。さあ行きましょう。さあどうなる、変わらないかな、うーん変わってほしい。最後だけごめん、ここだけ、ここでいきなり1500とか出ないか、それはねえか、それはないね、それはないね、メッセージされろね。OK で、よし、さあどうなるかな、あーちょっと上がってほしいな、800欲しかったなと思ってんだけど、いっけー。さあ行きましょう。カンスト999ですね、のバギムーチョ行きましょう。これが大人のバギムーチョや。さあ行きましょう。あ、全然上がらない。400からぐらいから変動がないね。600台、いやーそういうことか。まあでも上がることは上がったから、まあ上がることはないと思ったから、まあ、ゼロじゃん。ゼロじゃん、もう絶対無理じゃん、そんな。もうジャイアンが歌手なるみたいなもんじゃん。歌うまなるみたいなもんでしょ。だからあれだったんだけど、いやーちょっと、いやまあでもまあでも上がったことは上がったんでですね、まあいいとしましょうかね。あ、待った、これまさか興奮状態でもこれしか出なかったこと、あーやべ、興奮状態、なんか若干下がってねえか、400ぐらいが一番。あれ400ぐらいがベストだったんじゃねっていう、こうちょっと疑惑もちらほら。400番、あの敵のあれ、まあそれはね、ちょっとしかやってないから、ちょっとあれだ、ちょっとここの興奮状態ちょっと収めよう。ちょっと誰か、ちょっとこの2人だったらなんかできるよね多分ね、この姉妹ね。マヒャダイン、これ強くなるのかな、敵を選ばず、これクロスマなんで全部なくなるもんね。これ強くなるのかな、ちょっと使ってみよう。いや逆にここじゃなくて違うとこが、もの知らない間にめちゃめちゃダメ、いや全然じゃねえかよ。これ違ったな、なんか違ったやつがなんかこう、あまだ興奮してる。ちょっと興奮状態が終わんない、興奮状態が終わんない、ちょっと待って、もうちょっと、あいね、竜巻構造がいね、竜巻構造がいね、よしもう一匹ここでやるか。ちょっと興奮状態一回収めて、なんでだよなんで、ま、俺、ま、さっきも失敗したわ。じゃああのさ、なんだっけ、スーパーなんだっけ、スロットじゃねえわ、あれ使うじゃん3人のやつで、セーニャは入れるじゃん、あのメタジョ着てるから。だからセーニャだけはさ、ひたすらさ、さ使わないからずーっと興奮状態なのよ。神と主人公と、そうさ、マルティナはほら使うじゃん、ルーレットするから。そうだけどケーニャだけは使わないからさ、ずーっと興奮状態でいるから、どうしても、まあ、こういうことになるわけよ。こういう状態になるわけです。すいません、申し訳ないです。行きましょう。あ、なんかやってる、あ、他が興奮してないからか、あーなんか、いやちょっとあれだな、ちょっとなんかこう期待しちゃったからさ、ちょっと期待しちゃったから、ちょっと上がるってことが分かっちゃったから、攻撃力的みたいな感じで上がるってことが分かっちゃったから、いやちょっとあれだな、途中でちょっとあれだな、期待しちゃったな。期待しちゃった、しちゃった。これ打って極端に低いっていう、まあまあまあ、もっとやったらもしかしたらあれかもしれませんけど、まあ緩い検証なんで、緩い検証企画なので、そ
こら辺ねご理解してもらえると思います。なんかどっかかなんかとなんかが700、いやあれだね、700でした。今のところトップが700だね。まあ、敵にもよるだろうけど、まあ、ここで言うと700だね。うん、もしかしたらだから言ってる回復魔力がちょっと臭くないんだから、ちょっと600だから、あれ999まで上げたらもしかしたらこれ999いかないかな。まあ、まあ、どっちだでも攻撃魔力を上げて上がったことは間違いないから、じゃあいやーちょっとやるかどうかちょっとわからないですけど、この回復魔力がちょうど662ぐらいだからさ、ちょっと今のダメージの範囲だから、うん、もしかしたら攻撃魔力と回復魔力かもしれませんね。さあということで、まあゆるーく検証してみたので、ですね、まあその100匹とかやらないですけども、まあゆるい感じでこれからも見てください。まあちょっと検証ネタはちょっとやりたいなと思ってるのは正直あるんですけども、ちょっとはですね時間かかったりするので、拘束時間がめちゃめちゃ長いので、まあ僕の動画をもし見たいな、興味があるなっていう、興味ありますよって方がいたら、まあ他にもなんか動画一応過去に結構やってるので、面白いかどうかは知らないですまあもう暇な方はそっち見てくださいということで、今回の動画はですね、ですね、セーニャの攻撃魔力を999にしてマギミウチを打たせてみたという、動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録グッドクリックなどよろしくお願いします。それでは皆さんバイバイ。